ボクサーは犬の品種の一つでドイツ原産の中型犬。ボクサーは比較的新しい犬種である。直接の祖先はドイツ及び近隣諸国で何世紀にもわたって活躍したマスティフ系統の猟犬、ブレンバイザーとされる。狩猟の際、イノシシシカ、小型の熊などの獲物を噛み伏せること、つまり、 漁師が追いついて止めを刺すまで、獲物の鼻などをしっかり噛んで、押さえつけておくことが、ブレンバイサーの主な役割だった。ブレンバイサーという語は、英訳すると、ブルバイター、つまり、牛カ犬を意味する。これは、厳密には、犬種名ではなく、上のような用途に用いられた犬たちが漠然とそう、呼ばれていたに過ぎず、地域によって様々なタイプのものがあったと考えられる。 ブレンバイサーに求められたのは、力強くて、機敏な性質と、幅広いマズル、強力な顎、獲物に噛みついたまま呼吸ができる、ターンアップした鼻といった特質であったが、このような特質は、同時に、当時ヨーロッパの国々で人気のあった、牛いじめにも、都合の良いもので、その呼び名からも、ブレンバイサーが当時この娯楽に盛んに用いられたことが、うかがわれる。 1830年代、ドイツの漁師たちの間に、新しい犬種を作出しようとする機運が起こった。サイズを大きくするため、ブレンバイサーにマスティフ系の犬が掛け合わせられた。また、頑強な犬を作るために、テリアやブルドッグなどが交配されていった。ボクサーの元になった、この犬の改良には、その他に、フレンチブルドッグやグレート、レーンといった。 フランスやスペイン原産のいくつかの犬種が関わっていると言われる。その後、ドイツで狩猟が衰退し、牛いじめも禁止されると、ブレンバイサーは家畜賞のもとで家畜を監視するキャトルドッグとして新たな役割を担うようになった。19世紀後半になって、ブレンバイサーの小型種、ブラバンダーにブリティッシュブルドッグを掛け合わせたものが、ボクサーの起源となった。 1894年、ロベルト、ケーニヒ、ホフナーという3人のドイツ人が、この犬を一つの犬種として確立しようと考え、翌1895年、ミュンヘンで開催されたセントバーナード犬のドッグショーに出展したのである。この時に出展された、フロッキーは、ブリティッシュブルドッグを父とする同年生まれの犬だったが、この犬が、犬籍母に登録された。 最初のボクサーとなった。さらに、同年、最初のボクサークラブが設立されたが、スタンダードについての意見が割れたことから激しい議論が起こり、一時は、複数のボクサークラブが並立した。それらは、間もなく統合されたが、1910年5月に、最終的な合意がなされるまで、ほとんど分裂状態にあったという。そのような状況下、ボクサーはドイツで最初に、 警察や軍隊で活用された剣種となり、1900年までには実用剣としての地位を確立したと言われる。ヨーロッパ各国にも紹介され、多くの文明国で禁止されるまでは、刀剣工業にも用いられた。第一次世界大戦が勃発すると、ボクサーは軍用剣や赤十字剣として活用され、メッセンジャー剣、二0剣、 警語犬など様々な用途で活躍したことから戦後の1920年代にヨーロッパで人気犬種として脚光を浴びた。1925年にはドイツでワーキングドッグとしての承認を受けている。この過程でボクサーが刺激犬としてはやや小さいことが懸念されたことからスタンダードに定められた対抗が全時引き上げられた。ボクサーのスタンダードは 1905年にドイツで初めて公式に制定されたが、移行数回の修正を経て、1938年に改定されたものが現在まで用いられている。アメリカでは1903年3月に開催されたシカゴ展で初めてボクサーが紹介され、この時出展された犬がその年に産んだメスがアメリカンケネルクラブで登録された最初のボクサーとなった。 1915年にはボクサーの最初のチャンピオン犬がアックで認定されている。しかし、ボクサーが世界的に人気を集めるのは1940年代のことである。第二次世界大戦の終戦後、軍のマスコットとなっていた犬などが機関兵らに持ち帰られたことにより、ボクサーはコンパニオンドッグや警護犬として、またショードッグとしても人気を博し、 アメリカでも有数の人気犬種となった。現在ボクサーの4大基礎犬と言われる犬たちのうち3頭が戦後ドイツからアメリカに渡ったこともあり、多くの優秀なボクサーがアメリカで作出されたが、アメリカ人たちは彼ら独自の好みに従って、ボクサーの体型を洗練させ、非毛色も改良した。現在のボクサーは眼見で力強く気品のあるドイツタイプと、 スマートで、スタイリッシュ、優美なアメリカタイプの2系統に大きく分かれ、前者はドイツを中心とするヨーロッパ全土に、後者は南北、アメリカやアジアに広まっている。日本には、1934年に初めて、ドイツから神戸港に輸入されたが、第二次世界大戦後、中流軍のアメリカ人兵士たちが持ち込んだことによって、広く知られるようになった。 昭和30年代から40年代にかけて多数飼育され、現在人気ランキングの上位に来る犬種ではないが、根強い人気がある。名前の由来には、いくつかの説がある。講師で立ち上がり、互いに前足を使って殴り合うような戦い方をすることから、あるいは横から見た体型が四角張っていて、箱型に見えることから名付けられたとする説がよく知られているが、 いずれも、このドイツ原産の犬の名前が英語であることを前提とした民間語言説であり、妥当性を欠く。その他にもいくつかの語言説がある。原種である小型のブレンバイサー、すなわちブラバンターブレンバイサーの、特に食肉市場で使われていた、通称、ボックスル、ボックスロンが変形したもの。なお、バイエルン地方の方言には、ボックスルという語があり、 バックスンあるいは、ブークセンとも書かれるが、ハンズボンあるいは、下着を意味する。ベーサーが変形したもの。蒸気のように、ボクサーの原種の一つはブレンバイサーであり、その形態は、獲物に噛み付いて押さえつけておくことに特化していた。検証刀剣として用いられたことから、ボクシングの選手であるボクサーになぞらえられた。これらのいずれも、定説とされるには至らない。詳しくは、 英語版のブリードネームを参照のこと。イギリスなど、ヨーロッパの多くの国々では、ンオのみで弾耳は施さない。原産国のドイツでは、1987年に弾耳が、1998年にはンオが禁止になっている。アメリカでは、弾耳、ンオされるのが一般的だが、2005年、アックは、弾耳のない犬を認める形にスタンダードを改めた。 日本では、現在、ダンを、ダン耳ともに任意とされている。フォーン、または、ブリンドル。フォーンの色には、薄いフォーンから濃いディアーレッドまで、様々な色合いが見られる。ブリンドルは、黒のストライプで、肋骨方向に流れる。顔面のブラックマスクは必須とされる。4から5頭に1匹の割合で、白斑が、体表の3分の1を超える子犬が生まれてくる。 このような個体には、聴力障害の割合が高いとも言われ、スタンダードでも、白いボクサーは認められない。ドイツボクサークラブでは、1925年に白いボクサーを、1938年に、ブチのボクサーをスタンダードから除外し、同時に、血統書も発行されなくなったが、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国では、2000年頃より、 再び犬籍登録が可能になっており、ボクサー犬種として、血統書が発行されている。ただし、繁殖は禁止されている。また、ドイツボクサークラブでは2010年から、ドッグショーにも出陳できることとなった。日本においては、現在白いボクサーは、血統書が発行されるが、その毛色の前には、×が記載される。PD では、登録自体が不可。 1938アックボクサーブリードスタンダード。2008年5月17日閲覧。ありがとうございます。